ジャイアンツから FA となった先発左腕ブレイクスネル投手31が26日、日本時間27日、自身のインスタグラムでドジャース入団を匂わせた。サイヤング賞を2度受賞しているスネルは、合成写真でドジャースのユニフォームを着た自身の姿を投稿。米メディアアスレチックスは21日、同22日、にドジャースと面談を行ったと報じており、 ドジャース入団を匂わせる投稿に、SNS 上では、これは来た、ドジャース補強エグいなどの声が上がった。スネルはサクキパドレスで14勝9敗、防御率2、25を記録し、最優秀防御率のタイトルとレーズ時代の18年に続き自身2度目のサイヤング賞を受賞。今季は20試合の登板に留まったが、5勝3敗、防御率3、12をマーク。 今月1日に来季の契約オプションを破棄し FA となった。今オフではトップクラスの FA 投手で、MLB 公式サイトの FA ランキングでは1位の不安外外野手、ヤンキース FA、2位コービン・バーンズ投手、オリオールズ、3位ロッテ・佐々木朗希投手に次ぐ4位に位置づけられている。